一文字の大胆フェイス2023年発売予定。ヒョンでは2023年に発売するコンパクトクロスオーバーの新型粉、粉そのデザインを公開した。激戦のクロスオーバー市場で足場を固めるために根本的にデザインを変更しボディサイズを拡張した。新型粉は左右を一本で繋いだフロントライトバー。 クラムシェル型ボンネット。オフロードテイストの新しいデザインを備えている。さらに、現行モデルより全長が 150mm。全幅が 25mm。ホイールベースも 60mm 拡大されている。これにより室内空間を広げた。シフトノブをステアリングコラムに移設することで、センターコンソールの収納スペースを確保。 トランクルームも最大化を目指し現行の 374L より大きくなる予定だという新型コナは兄弟ブランドのキアノ新型ニロと同じ系3プラットフォームを採用するパワートレインとしてはガソリンハイブリッド EV が導入されることになるだろうスポーティグレードの N ラインも予定されている キアニロと同様にプラグインハイブリッドが導入される可能性もある。ニロフェイは 1.6L ガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせ、合計出力 182PS を発生させる。電気のみでの航続距離は約6 5トルとされている。価格や使用詳細は来年初めに明らかにされる見込み。 欧州市場では2023年半ばに発売される予定だ。